こんにちは。こんばんは。この動画では、主にウプ主が購入してきたゲームを開封、紹介していくぜ。俗に言う、開封動画ってやつです。動画内で価格の参考に、駿河屋と、Amazon の販売価格を表示しますが、駿河屋では送料抜きの値段、Amazon は送料込みの最安値の値段を参考にしています。ゲームの値段は変動しやすいので、あくまで目安程度に留めていただきたいです。そうね。第33回目は、ハードオフでジャンクゲーム機を購入したので紹介するぜ。またハードオフで購入してきたの？ああ、今回もジャンクコーナーでゲーム機を発見したんだぜ。最近はハードオフが本当に豊作ね。ああ、ついに春がやってきたぜ。ただ、リアルの春は大嫌いだけどな。マジで花粉症をなんとかしてほしいぜ。花粉が飛んでなければ、春は最高の季節なのにね。まあ花粉がどんだけ飛んでようが、レトロゲーム探しには出かけるけどな。花粉ごときに止められるほどやわじゃないぜ。あ、はい。それと、先週末は有給を使って実家へ帰省していて、長らくハードオフには行っていなかったのもあるしな。もちろん、実家に帰ってもレトロゲーム探ししまくって、大量にゲームを購入したぜ。普段行かないお店だと、次来る機会がないと思ってついつい買ってしまうから、自分でも引くぐらい大量買いしてしまったぜ。うん、その気持ちはわかるけど、買いすぎるのはさすがにどうかと思うわよ。まあ、そうだよな。買いすぎて全部のソフトを持ち帰れなかったので、いくつか実家に置いてきたぜ。帰省中に購入して持って帰ってきたゲームは、後日動画で紹介しようと思うぜ。今は他にも動画にしようとしているゲームが溜まっているから、当分後になるでしょうね。そうだな。まあそれは一旦置いといて、今回の購入品紹介へ移るぜ。そうね。じゃあ、まず1点目はこちら。ゲームボーイアドバンス用ソフト、動物島のちょびぐるみ、箱、説明書あり。購入金額は、税込みで540円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、売り切れ、Amazon、729円、だったぜ。Amazon より少しだけ安く購入できたわね。このゲームは初めて見たけど、どんなゲームなの？そうだな。少ししかプレイしていないからなんとも言えないけど、動物の森みたいな感じのゲームだったぜ。いかにもほのぼの系って感じね。そうだな。内容は、ジョビグルランドという島に引っ越してきた主人公が、この島は住人が少なすぎるということで、いろいろな友達を呼び出して住人を増やしていくゲームだったと思うぜ。住人が少なすぎるって、とんでもないクレーマーね。まあ、寂しかったんだろうな。それと、プレイ動画にちょうどあるんだけど、島にやってきた住人にニックネームをつけれたぜ。プレイ動画で映っているアヒルのデフォルト名がアヒルって、なかなかにかわいそうね。ああ、愛情もへったくりもなかったぜ。なので、せっかくだし素敵なニックネームを用意してあげたぜ。思いっきり嫌な予感しかしないわね。そういえば、住人のニックネームをつけたりするのって、動物の森にもあったわね。ああ、動物の森は口癖とかも決めれたはずだぜ。そういうの決めてあげると、そのキャラに愛着が湧いていいわよね。そうだな。せっかく友達になるんだから、ちゃんと決めてあげないとな。あと、このゲームでは住人と一緒に行動もできるぜ。へぇ、じゃあ一緒に遊んだりもできるの？ああ、できるぜ。例えば、カラオケ屋さんに行くと一緒に歌ったりもできるぜ。へぇ、そういうのほっこりしていいわよね。で、ニックネームがケン、キー。ちょうどプレイする前に食べたのでタイムリーだったぜ。美味しくいただいちゃったのね。あとは、島の中には他にもお店があって、そこでミニゲームを遊んでステータスアップみたいなこともできたぜ。適当に入ったお店がたまたま音楽教室で、そのまま授業を受けたんだけど、急に音ゲーが始まったりもしたぜ。音ゲーのミニゲームまであるのね。1点目は以上だぜ。次のゲームはこちら。ゲームボーイ用ソフト、マクドナルド物語、ほのぼの店長育成ゲーム、箱、説明書あり。購入金額は、税込みで540円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、売り切れ、Amazon、売り切れ、だったぜ。どっちも売り切れだったのね。じゃあ、安かったのかどうかわからないわね。そうだな。おそらくは相場ぐらいだとは思うけどな。このゲームはなんといっても、クソゲーで有名なソフトだからな。そうなの？このゲームは、マクドナルドの店長を目指して1年間働くゲームだぜ。一応、アルバイトとのささやかな恋愛要素もあるらしいぜ。そんなにクソゲーな感じはしないけど、どのあたりがダメなの？帰
本的には、ミニゲームという名の労働をひたすら強いられるゲームだぜ。ミニゲーム自体は楽しいんだけど、びっくりするぐらい単調ですぐに飽きるんだぜ。ウプ主もすでに飽きて、メニュー画面開いたりしてやめようとしてるじゃない？100秒間ポテトを揚げて詰めるだけの作業だぜ。辛すぎるだろ？これはなかなか辛いわね。しかも100秒ってそこそこ長いしね。ああ、そうだろ。それにしても、見てても何の変化もないわね。ああ、本当にひたすら同じペースでポテトを詰めるだけの作業だぜ。正直ゲーム要素をみじんも感じないぜ。60秒過ぎたあたりから、俺は一体何をやってるんだろうって、マジで思い始めるぜ。哲学か何かかな？まあ、これはまだ簡単だからできなくはないけどな。ようやく終わったわね。じゃあ、次のミニゲームも見てみようぜ。他の店員さんに話しかけて、手伝うとミニゲーム、かっこ労働、が開始だぜ。ちなみに、今プレイ動画で流れているミニ労働は、いやもう、労働って言っちゃってるし。こんなもんゲームでもなんでもないわよ。これは、ひたすら注文を受けたジュースを注いでいくだけだぜ。注ぐのを止めるタイミングが地味に難しくて、若干イラッとするぜ。本当にシンプルな内容ね。2、3回ぐらいまではプレイできるけど、それ以降はやろうとは一切思わなかったぜ。ミニゲーム以外の要素にも、少しだけ恋愛要素があるみたいだけど、それでも続ける気は起きないぜ。確かにこれはなかなかきついわね。さあ次のミニ労働は、ハンバーグを焼いてハンバーガーを作る作業だぜ。なるほど。例によってこれも、100秒の制限時間付きだぜ。これら以外にも、レジ打ちや、お客の注文を聞いて商品を席まで届けるという謎システムのミニ労働まであるぜ。マクドナルドに、商品を席まで届けるシステムなんてあったかしら。さあな、この世界の中にはあるんだろうな。2点目は以上だぜ。次はこちら。ゲームボーイカラー本体、クリアパープル、箱、説明書あり。購入金額は、税込みで1620円だぜ。ネットでの販売価格は、駿河屋、6380円、Amazon、4000円、だったぜ。おお、これはかなり安く購入できたわね。ちなみに、これはどんな理由でジャンクだったの？購入するときに教えてもらったんだけど、どうも電源が入らなかったって言ってたぜ。ああ、なるほど。その不具合はありがちなやつね。電源が入らないのは、大体の原因が接触不良だから、分解して電源周りの接点をきれいにしてあげれば治ると思って購入したぜ。そうね。それぐらいだったら修理できそうだし、治ったらお買い得ね。それに、箱と説明書があるっていうのもいいわよね。そうだな。ジャンク品だったら、大体は裸で売られているからな。それに箱の状態もかなりきれいだったぜ。あとは、本体の状態が気になるわね。電源が入らないってことは、起動できていないから、スピーカーがどうなっているかもわからないしね。そうだな。ゲームボーイカラーのスピーカーは本当に壊れやすいからな。おお、本体の状態も目立った傷がなくてかなり綺麗ね。そうだな。それに説明書もちゃんと入っていたぜ。昔はこれと同じ色のゲームボーイカラーを持っていたから、なんとか復活させてあげたいぜ。そうね。それに、これだけ備品だったらもったいないしね。万が一修理できなくても、備品だからパーツ取りにでもできるだろうしな。そういえば、ゲームボーイといえばちょうど30周年記念だったぜ。おお、ゲームボーイの誕生日に、ゲームボーイを紹介できるのはラッキーだったわね。そうだな。特に狙ったとかではないんだけど、いい感じにタイムリーな話題になったぜ。それにしても、ゲームボーイももう30歳か。もうおっさんだな。人間だったら一番乗っている時期よね。そうだな。仕事に慣れて中堅に突入する頃だな。あれ、電池が入れっぱなしになっているわね。ああ、全然気づかなかったぜ。液漏れしてたら嫌だな。電源が入らなかったのはこれが原因かしら。どうなんだろうな。見た感じだと液漏れは起きてなさそうだったから、このまま電源入れてみようと思うぜ。その前にまずは、全体のチェックをしていくぜ。どこにも目立った傷はなくて綺麗ね。うん、そうだな。じゃあ、このまま電源を入れてみるぜ。うおおおお、ちょれー。普通に電源入ってるわよ。やったぜー。なんで普通に起動できてるの？いや、そんなのわからないぜ。まあでも、起動できたしかなりラッキーだったぜ。
なんか普通に起動できたし、ちょうどゲームボーイのソフトもあるから、そのまま動作確認してみるぜ。それにしても、お店は本当にチェックしたのかしら？まあ、チェックしたからジャンクコーナーにあったんだろうな。きっと目をつぶってチェックしてくれてたんだな。本当にそうとしか思えないわね。もしくは、ウプ主が聞き間違えたのかもしれないな。まあ、結果的には備品のゲームボーイカラーが手に入ったしラッキーね。ああ、最高だぜ。あとはスピーカーが気になるな。おお、スピーカーも問題なく聞こえてるぜ。修理する必要がなさそうね。ボタンの機器も問題なさそうだし、感動品だったぜ。ハードオフのジャンクコーナーは、たまにこういうお宝が眠っているからたまらないわよね。ああ、そうだな。起動しませんって記載されてても、普通に起動しちゃうのはハードオフあるあるだな。じゃあ、この後しばらくはプレイ動画になります。またマクドナルド物語か。もう見なくてもいいかな。ああ、ここだけの話、飛ばしちゃっても問題ないぜ。ちなみに、今からアルバイトの名前を決めていくぜ。地味な絵面ね。クルーの名前を決めたら、いきなりスタートだぜ。ここから労働人生が始まるのね。マクドナルド愛が試されるぜ。ちなみに、このゲームをプレイしていると、無性にマクドナルドが食べたくなるので、夜中にプレイするのはおすすめしないぜ。まあ、これだけ押し出されたら食べたくなるわよね。うん、これぐらいにしておこうかな。このゲームをあんまり長々とやるのはきついわよね。以上が、動作確認でした。今回はかなり良い買い物ができたわね。そうだな。ゲームボーイカラーは状態が良くて完品で、さらに感動品だったのでめちゃくちゃラッキーだったぜ。しばらくはハードオフに期待だぜ。実はこれを購入した数日後に、同じハードオフのジャンクコーナーでもう一つゲーム機を発見して購入したぜ。またなんか買ってきたのね。ああ、これもまた後日動画にしようと思うぜ。購入したものは動作未チェック品だったので、動作確認もしてみるぜ。まあ、動画ができるまで楽しみにしてるわ。では、今回は以上となります。動画で気になった点や、改善点などを、お気軽にコメントいただけたらと思います。ウプ主のメンタルは、豆腐を通り越して、にがりのレベルですので、お手柔らかにお願いいたします。最後に、よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくです。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。